皆さんこんにちは。材木屋の親父と菅原親父の八田金也です。はい、菅原の八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、クラロウォールナットについて特集していきます。はい、親父さん、本日のご紹介は、クラロウォールナット。クラロウォールナット出ました。大きいですね。大きいね。幅が一番狭いところで 1.2m、 ほう、広いところで 1.5m。 すごいな。長さが、長さが2.8m。 はあ、うん、家入らないすごい立派ですね。大型テーブルに、特徴としてはここね、ほう、うん、おなじみのこの黒い、はい、釘が詰まってたんだね。あ、釘の跡、釘の跡。へえ、それからこっちはこれも針金みたいな太いやつが入ってたみたいね。ああ、そうですか、うん、本当は貫通してるのか。うん、貫通してる。へえ、これ鉄分の黒いやつが、錆の部分がね、こうやって染み出してるので、錆の分だけ黒くなるみたいな感じですね、うん、はい、はあ、でもあとは木がいいよね。さすがクラロのらしい木っていうか、これ玉みたいなやつがある。そしてこちらの縮み木があるでしょ。本当、ね、よく見ると全面木だよ。木だらけ。本当そうですね。縮みがあったり、玉みたいなのがあったり、うん、面白い、うん、これは楽しめるよねちなみに親父さん、うん、ウォールナットとクラロウォールナットって何が違うんですか？うん、特別人工的に作ったのはクラロウォールナット。ほう、人工的に作った、うん、カリフォルニアのウォールナットにイギリスのウォールナットを持ってきて、それを挿し木して、ほう、はい、でこういう特殊な柄に。耐久木になるんですか？耐久木になりますね。いや、なるからこんだけ大きいっていうことなんですけど、うんうん、でその挿し木、継ぎ木したのをが北米で取れるんですか？そう。お、はい、何に使われるかでいうと、家具用材とか装飾品に使う。装飾品、うん、装飾品、車のダッシュボードで使ったり、はあ、それからオルゴールの箱の表面に使ったりっていうことで、この木の部分を使うわけね。やっぱ美しいから、うん、で一枚物として使うっていうのはあんまりいないかな。どちらかというと、はあ、普通は突き板にしていろんなものに貼った状態で使うことのが多いと思う。ほう、そんなに蓄積が、ね、多いわけではないので。あ、そうなんですか。そう、まあ希少でもあるし、柄が面白くてっていう、そういうことですね。蓄積も多くなくって。あ、ちなみにこのサイズのものはうちにはまだありますね。あ、まだある、はい、おお、うん、そうですか、うん、このサイズだとお値段つけようと思うとどんなもん？400万。おー、すげー。普通のウォールナットでこのサイズだったら、普通のウォールナットでね、このサイズがあんまりないんだよね。あ、ないか、もうでかすぎる、うん、うん、あんまりなくて、おで、あったとしてその半分ぐらいの。あー、そうですか。